はようございます。こんにちは、こんばんは。アッキーこと野崎明です。今日は9月8日日曜日に撮影しております。12月8日告示、12月24日投開票の、宮崎県知事選に出馬する東国原英夫さんの、なんか政策集が、載っておりますので、ちょっと読みたいと思います。ちょっと抜粋ですいません。政策集ドラフト、デジリエンス宮崎。あくまでも8月17日でのドラフト。少子化人口減対策。都市と地方の人材流動化。観光定住促進。市町村と中産化地域対策。南海トラフト防災減災災害対策。機内、経済、主管率の、向上。景気経済雇用働き方改革、女性に選ばれる県づくり、デジタル宮崎の推進、そして医療、福祉、介護、子育て支援、農林水産品の販路拡大と PR、付加価値向上、そして豊かな自然、歴史、文化は多様な資産。そして、知事の存在感がそのまま都道府県の存在感になる時代。例えば、こんなこと書いてありますけども、アフターコロナ地方の時代を作る、少子高齢化人口減の中で、これを何に活、いずれも何に、活力を、維持するのか。そして、東京一極集中の、弊害と。それから、戦後レジーム、東京工場主義の是正ですね。それから、オンリーワンの宮崎づくり、発信力、突破力などの、が重要。現状維持は思考停止、宮崎をネクストステージへ。宮崎県知事から宮崎 CEO、地方活性化のフロントランナー、トップランナーを目指す。青森県から株式会社日本農業、民間ベンチャーを県がサポート。主導支援メニューの作成、海外への農産品売り込み、海外駐在員の他県との共有、連携の検討、新宮崎県体育館、新宮崎県陸上競技場、宮崎県プール等の整備促進、知事選は11月に実施検討って言ってるんですけどね。まあ12月ももう決まっちゃったからね。はい。12月25日のね、投票日ですからね。はい。そして、知事給与月額を2割削減。退職金は規定額の半額。宮崎県ゆるキャラ、宮崎県というのは、宮崎犬と書きますけどね。はい。は12歳。高齢化、マイクを置く。普通の犬に戻ります。新たなユーキャラ考案検討。前言ってましたけどね、記者会見とかで。はい。ねえ、こういう風に政策もやってるんですね、いろいろと。ね。いろいろと、エネルギー料金を地域経済、循環とかですね。その中に残したりとか。それから、DCI スコアによる宮崎デジタル導弾金の向上は現在31、まあ、向上で現在31とか。それを、IT 企業やデジタル企業への象徴したいと。それから、宮崎にエンターテイメントだけ視聴少子検討。こんなこと言った。いろいろと DMO の観光地域づくり法人の推進、観光マースの研究促進。いろいろと書いてあるんですね。さっき言ったように、まあ、少子化人口減対策として、さっき言いましたように、まあ、少子化人口減対策県民会議の、創設の検討ということで。いろいろと言ってるんですね。もうね、まあ、東さんが当選すれば多分ね、人口増えるかしらどうなるんだろうってね、思いますけどね。はい。いろいろと書いてあるんですね。はい。まあ、東さんはあとね、マンゴー、千鳥、宮崎牛など、県産品の PR 役もね、よくやってましたから、あとね、ドケンカせんといかんと、新語・流行語大賞にもね、輝き、ね、
4年間のシリーズはなんと8割か9割で推移したということで、ねえ、すごいですよ。ねえ、まあいろいろとね、まあ人気でしたからね、本当に。ねえ、これからどうなっていくのか、ね、注目ですよ。ね、宮崎県は。ね。ということで、いろいろと制作集、ね、いろいろと書いてありますけどね。はい。ちょっと、少し短くなりましたけど、はい。ご視聴ありがとうございました。ということで、いってらっしゃい。